クーロンでクラークから聞き出した情報をハドソンがお前に教えたことは分かってる。まともじゃない。クラークは正気じゃないとハドソンが言った。疑心暗鬼にかかる。クラークはノバシクスを生み出した。人を一瞬で死に至らしめる神経だ。ドラゴリッチの民謡でクラークチェンコはベトナムでテスト。ベトナム人、俺たちの仲間、自分の部下、手当たり次第だった。昔の話だ。遠い昔の名。ドラゴビッチ、死体な。クラフチェンコ、奴らに死を。奴らが何をしたのか聞かされた。どういう連中だったか。なぜ奴らが死すべきか。私の父親はスターリングラードに住む音楽家だった。ドイツ軍に占領されていた時も、父のバイオリンは辺りを素晴らしい音楽で満たした。コルサコフ、スターソフ、祖国の偉大なる作曲家たち、同胞たちにとっては希望、ドイツにとっては抵抗の象徴だった。今でも私の耳にはあの音色が残っている。眠っている間に父はナチスに喉を切り裂かれた。ナチスと手を組むのは裏切りだ。母なるロシアに対する裏切りなのだ。だがドラゴビッチやクラフチェンコはそんなことを気にかけもしなかった。奴らの頭にあるのは己の利益と野望だけだ。積み終わりました。待機しています。ビクトル、時間だ。ああ、ディミトリ、いよいよファシストどもの残党を狩りに行く時間だな。ネフスキー、装備を取れ。今から移動するぞ。私は部下たちと共に東部戦線の厳しい冬を戦い抜いてきたのだ。寒さには馴染みがある。それでもあの日の出来事を思い返すと全身の血が凍りつく。もう昔のことだな。おお、かのベルリンの英雄が一緒とは光栄だ。戦いに飽きないのか、レズノフ。母なるロシアに敵がいる限り、私は祖国の呼びかけに応えるだろう。くだらん対抗心は捨てろ、クラフチンコ。レズノフなら今の言葉通りにやる。我々は一人のドイツ人、そのためだけにここにいる。フリードリヒ・シュタイナー博士、彼は我々に協力を申し出てくれたのだ。危害を加えてはならん。背いた者は銃殺する。スターリングラードで何があった？将軍と揉めたのか？ドイツが侵攻を開始した時、ヤスとクラフチェンコのせいで私たちは絶望的な状況に置かれた。増援を確約されていたが、約束は破られた。ドラゴビッチとクラフチェンコは日和見主義だ。二枚仕留め、奴らに気を許すな、ディミトリー。ディミトリー・ペトリアンコは私が出会った中でも屈指の勇敢な男だ。スターリングラード攻防戦からベルリン陥落まで私の横で戦ってくれた。勝利を勝ち取るために彼が受けた傷は祖国で英雄として迎えられるのにふさわしいものだった。だがスターリンは英雄など必要としていなかった。シュタイナーには手を出すな。奴が死んでは意味がない。さあ行け、二人ともだ。行こう。またお前と一緒に戦えるんだな。そうだな、友よ。今一度勝利を。
隅から隅まで探すんだ。シュタイナー以外には容赦するな。うわだな。往復など許すな。片付いた。企画を制圧すると歯向かう者は叩き潰せ。気をつけろ、まだいるかもしれない。ここにはいない。もっと船の近くにいるはずだ。部長、3階建物を残らず調べろ。白撃砲を発射する。スモークで白撃砲に標的を指示しろ。爆撃砲行くぞ。近くのはずだ。臆病者はみんな一緒だ。戦場から一番遠くに身を置く。任務が終わったら故郷に戻れるだろうか。
そうだな、友よ。そう願いたいがな。私に向けるな、ロシアの犬め。では会わせてもらおう、ドラゴビッチ。そのドイツ人の目の奥には第三帝国の邪悪な炎がまだ燃え盛っていた。その瞬間、私は全身全霊でそいつの歪んだ人生を終わらせてやりたいと思った。だが私は兵士だ。命令は絶対だった。レズノフ、部下を集めろ。そんなに大事なものがここにあるのか。将軍は手柄を立てたがっている。ここには母なるロシアにとって大きな価値のあるものがあると考えているようだ。将軍としたいな、まるで窮地の中で。嫌な予感がするぞ、レズノフ。急ぐな。どうなんだ、ディミトリ。あれを取られるなら破壊すべきと考えるドイツ人もいる。問題ないと言ったのは貴様だぞ。 SS に命令などはできんよ、ストラゴビッチ将軍。彼らは死ぬまで帝国のために戦うと誓っているんだ。立派だが、くだらん。クラフチェンコ、終わりにしろ。レズノフ、部下たちと先行しろ。了解。ペトレンコ、ミカレフ、ネフスキー、ベロン、移動するぞ。シュタイナ、イフティゲル・シュテルム計画への関与について聞かせて。43年、総統は連合軍をいつまでも押しとどめられないとさ。我々は通常兵器に頼らない解決策を模索した。戦時中、私は化学兵器の研究に没頭していた。繊細でストレスのたまる仕事だよ。だが完成した兵器の威力は我々の予想すらはるかに凌駕していた。そしてそれが今この船に積まれているというわけだ。ノバシックス。
バーシックスとやらがどれほど強力でも運搬する手段が必要だったはずだ。 V2 ロケットがこの基地から発射されるはずだった。ターゲットは指揮中枢、第一目標はワシントン、次はモスクワ。見上げた野心と実行力したいな。だが間に合わなかった。イギリス軍に爆撃され船は航行不能に陥った。やがて氷に閉ざされ、できる限り回収を試みたが手遅れだった。ドイツは降伏し、ベルリンにロシアの旗が掲げられたと。 SS は攻撃されたら船を沈めるよう命令されていた。だが失敗した。爆薬が起爆することはなかった。ここだ。レズノフ、扉を開けろ。そして我々はついに見つけた。ノバ6を、ドイツの大量破壊兵器が母なるロシアのものとなったのだ。そう思ったのもつかの間、勝利は長続きしなかった。ドラゴビッチは毒の効果をその目で確かめたがっていた。目の上のコブを消すにもいい機会だった。私は長い間奴らへの不信感を抱いてきた。予知できた裏切りだった。ディミトリ・ペトレンコは英雄だった。英雄らしく死なせてやるべきだった。なのに祖国の栄光のために死ぬのではなく、あんな無意味な、まさに命死にだ。むしろベルリンで戦死していれば、ムニの親友が死んでいく姿を見ながら、ドイツの兵器を追っていたのは我々だけではないことが分かってきた。西側連合軍はハゲワシのように旋回していた。もちろんドラゴビッチとクラフチェンコ、それにシュタイナーはさっさと逃げ出し、私はイギリス軍の矢を…イギリス軍コマンド部隊の襲撃です。道を切り開け。あそこだ。衛星で無力化した。これでまた100人だ。アッパーが出た。援護了解。了解。失敗だな。しっかりやるんだ。相手が悪かったな。了解だ。私が爆薬を仕掛ける。この船を地獄の底に沈めるんだ。ロシアにもこの悪魔の勉強を渡すわけにはいかん。あそこにいる。見えている。発電機のそばにいるぞ。やろう。お前は分かった。逃げろ。グレネードだ。分かった。見えている。やろう。発電機のところ。アファーマティブ。 OK。 了解。この国へ落ちろ。長くは持たないぞ。爆弾を仕掛けるんだ、レズロフ。急げ。船から降りるんだ。早く。扉が開かない。レズロフ、支柱を撃つんだ。よし、行け友よ、行け。止まるな。これは我々の戦争ではない。なら誰と戦えばいい。全てのものだ。味方はいない。
もう2分しかない。妖怪だ。あそこにいる。捕らえた。見えている。あそこにいる。来たぞ。見えている。いいぞ。仕留めて。被弾した。被弾。露天だ。援護。相手が悪かった。待っておるよ。急げ。行け、レズノフ！行け！ノバシックスの積み荷を破壊し、イギリスの手に渡ることは阻止した。だが、それで全てが終わるはずもなかった。捕らえられ、ボルクタ送りになってすぐ、私はドラゴビッチの真の目的を知った。奴は死んでも、ノバシックスを諦めるつもりはなかった。メイさん、聞いてくれ。時間がもうないのだ、友よ。彼らはあれを破壊してくれるだろうか、それとも使いたがるだろうか。主義主張は違ってもやることは同じだ。私を利用したようにお前も利用されるだろう。決めるんだ、何のために戦うのかを。ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナー、奴らを生かしてはおけない。